はい皆さんこんにちはレック専任講師の赤松ですえっ、ー、と梅田駅前本館ねお越しいただいたお,、えー、お方ありがとうございます、えー、それからえっ、ー、とズームでご参加の方もねよろしくお願いいたしますえっ、ー、と本日は、えー、赤松式短期合格術ということで、えー、少々試験についてねお話をさせていただきます、えー、こちらのレジュメの方ですね。 えー、それからこちらのパンフレットの方を使ってね説明していきます。はいまずはこちらのレジュメの方、えー、一番後ろのページご覧ください。はい簡単にえっ、ー、と私の自己紹介させておいてください。えー、大学を出てから、えー、私は関西外大というところの出身です、えー。大学時代は 英語の勉強ばっかりやってたんですけどね、まあ、それがなぜか今司法書士となってます、えーまあ、あのきっかけは、まあ、大したきっかけではないんですけれども、えー、大学出てからしばらく、えー、学習塾で英語の先生してましたで、まあ、あの学習塾の先生もね楽しい仕事だったんですけれども、えー、自分より上の先輩の先生どんどん辞めていかれるんですね。で 自分も若い頃はいいんだけどずっと年を取っていったらこの塾のセンスの仕事でずっとできるのかなというところちょっと疑問に感じるところがあってそこでちょっと思い立ったのが法律系の資格。 なんで,、まあ、で法律系かっていうともともと外大の出身で英語の勉強を、まあ、今は全然できないんだけどねその時は英語の勉強ばっかりやってましてで法律の解釈法律って全然知らない人が見たら読んだら、まあ、外国語みたいな感じなんですね。 なお法律を解釈することが外国の解釈とちょっと似ているところがあるのかなと思ってねそれで興味を引かれるところがありましたそれでちょっと法律系の資格を考えてみようで弁護士も考えてみたんですけども弁護士はちょっと難しいかなで司法書士だったらなんとか手が届くんじゃないかなと思ってねそれで司法書を目指すことにしました。もう一つははその頃は 仕事の内容は、ね、よく分からなかったんですけれども、えー、弁護士さんはどちらかというともう紛争が起こってて、えー、それを解決するような仕事。 でえーまあ、自分はあまり口達者の方でもないので、えー、そんな仕事はちょっと向いてないかなと思ってで消費者はどっちかというと紛争にならないようにしてあげる、えー、紛争予防型の資格なんですねでどっちかというとほ同じ法律けれども、えー、そっちの方が自分の勝負に合ってるのかなと思ってね、まあ、それで招者を目指すこととしました。そ、はい、そしててこちらに経歴載せいますけど、まあその後 えー、私もレックの出身生です。レックのひょっとしたら皆さんね、受けてもらうかもしれない新15ヶ月合格コースこちらの基礎講座を受けて一、えー、回で受かることができました。えー、まあ十分ねこちらの講座一回で、えー、合格を目指せる講座です。まあ私自身その体験者ですからその経験をもとにね皆さんを導いていきます。でその後はまあそちら書いてますようにしばらく事務所勤務を経てまあ自分でも個人経営の小さな事務所ですが開業しています。 まあ現在は司法書士検レックの講師として仕事をさせていただいております。はい、それからレックでの講師歴はまあ二十年以上させていただいております。まああのそんな新米でもないんで安心してねついてきていただければと思います。はい、それからまあその下書いてますが。 まあこんな感じで、もうちょっとね詳細は省略しますけれどもまあたくさん合格者それから一発合格者も出していますからまあ皆さんもぜひ後に続いて一発合格をね目指して頑張りましょう。で、えー、ともしこの試験、えー、と勉強されるんだったら、えー、とにかく一発合格を目指して頑張ってください。えー あの最初から2回3回ぐらいで、えー、受かろうという気持ちでやっていたらねあの2回3回で受からないです、まあ、それだけ厳しい試験と思っておいてくださいであの何でもそうだけど、えー、いろんな予定を立てても予定通りってなかなか進まないですよねだから、まあ、1回で受かろうという気持ちで勉強していたら、まあ、1回で当然受かることもあるし、まあ、それからちょっとそれが残念だったとしてもです、ね、次2回目ないし3回目で受かる可能性が高まります。 初めから2回3回で受かろうというそんな悠長な気持ちでやっていたらねもう予定がどんどんずれちゃってそれは4年も5年もかかってしまうということになりますからねぜひ一発の合格を目指して一緒に頑張っていいきましょうはいじゃあどうすれば短期で合格することができるのかということですねそれを今回、ご説明していきます。 でえっ、ー、とまずはこちらのパンフレットのねじゃあ次にちょっとご覧いただきましてどんな試験かということを確認しておきます、えー、パンフレットの二十ページご覧くださいはいえっ、ー、と二十ページですねこちら七月に筆記試験があります。 えそして筆記試験を受かった人対象に10月に口述試験があります。まあこの筆記試験と口述試験の二本立て。ただこの口述試験の方は現状全員受かります。なのでこちらの筆記試験の一発勝負と思ってください。じゃあ口述試験は何のためにやるかというと筆記試験のところで替え玉受験などがされてないか本人を呼び出してある程度の話を聞いてあこれは間違いないな。 ね筆記試験よりも聞かれることは全然簡単です、ね、でそれである程度受け答えができたらまあ間違いないっていうことでねオッケー、OK、サインを出すまあ人物確認をしているだけの試験ですなのであの落ちるとしたら休んだときだけですねこれは行ったら受かる休んだら落ちるっていうねそんな試験ですはいなのでこちらは長寿の筆記試験ねここはもう目標はいそしてえっと内容を見てもらって。 卓一はすべてマークシートです合計午前と午後で35問ずつ出てきますそして午後は旧式問題が不動産登記商業登記2問ずつ出てきますこれで合計280点満点の試験出記試験のウェイトが4分の3記述のウェイトが4分の1とねなりますあ卓一ですね卓一が4分の3で記述が4分の1 で択一は全部マークシートで、ね、なのでもうこれは塗ったらいいだけで記述の方は論作文じゃありませんこの「登記の申請書」っていうものがあって、えー、ななが初めからら決ままっってますこ、ね、こんん場合だったらこんなな形を書くで皆さんにはそのひな形を覚えてもらって問題で出てきた事実関係を当てめてこういったひな形を作ってもらう登記の申請書を作っていただくっていうねそんな試験となります。 はいまあ、このような試験内容で、えー、と難しいところはこの科目の多さだと思っておいてくださいっ、えー、と後でもまたね説明しますけれども画面ちょっとね間違っちゃった、えー、と後ほどまたね説明しますけれどもこの司法書試験の難しさは一つ一つの問題をピックアップして解いてみたらそんな難しくないですただえと今見てもらったとおり科目がすごく多いんです ね、なので難しさは分量の多さと思ってください分量の多さ、ね、ここの論点じゃなくて分量の多さ、ね、なおですのたくさんの分量たくさんの情報量をどうやっていかにうまく整理集約していくか、ね、うまく勉強していくかそこにかかっています。はいじゃあもう一度パンフレットに戻りますけれども、えー、次にこちらパンフレット20ページの下のところね この試験基準点というものが設定されます。基準点ライン。これは午前の卓一、午後の卓一、それから九ですね。すべて基準点が設定されます。で、えー、っとまず合格点ちょっとざっくりだけどね。合格点はざっくり八割と思ってください。総合計で八割やったら合格。はい、そして。 えっとこの基準点は午前の択一が7割5分ぐらい75%ぐらい,ねぐらいで午後の択一が70%ぐらいで午後の記述これは50%、ね、まあざっくりですよそういったイメージと思ってください午前の卓越が75。 午後卓一が七十パーセント、で、記述は、まあ、半分程度50、五十パーセントぐらいね、できたらオッケー。まあ、それが基準点。で、その基準点を全部上回る必要があります。それで、なおかつ、総合計で、ええー、大体八割、それで合格と思ってください。で、えっと、今申しました基準点、これは、えー、当然年によって変わってきます。もう、初めから決まっているわけじゃなくて、相対評価なので。 問題が難しければ当然下がががりりまますす問題が優しければ上がります、ね、なので今申し上げた基準は大体の、ね、目安と思っておいてくださいですのでこの試験、ね、その基準点というものが設定されるから例えば自分は午前科目が大好きだから午前科目で例えば9割稼ごうで午後はちょっと手を抜いて7割ぐらいでとどめておこう。ね、そしたら、まあ 午前9割午後7割だと、まあ、平均すれば8割だけど今のケースだとその午後の方で基準点に引っかかってしまって、えー、アウトになってしまう、まあ、そういう恐れがあるわけです、ね、なので、えー、この試験はどの、まあ、分野も手を抜けないということ自分の得意分野で点数を稼いであとは手を抜くっていうことね、まあ、それができない試験だと思っておいてください、えー、ですのでこの試験向いてる人はバランスがいい人とよく言われます バランスがいい人ずば抜けて例えばえ自分は民法がずば抜けてできるんだとかねもうそんなのはいらないんだけどこうバランスよく勉強できる人です特にねずば抜けてできるあのまあなのでこの試験はもう特別な能力とかそんなものはいらないです。もうとにかく努力だけなんだけどね。で特に、えー、自分が苦手とする科目ですね。 まあ苦手科目こそちょっと頑張って努力をしてもらってそれで平均的に点数が取れるようにしていくっていうねそこは大事だと思っておいてください。ああ少し優しめの資格だったら例えば自分がもう得意なところでガバッと点数稼いでもうある分野はもう全く勉強しないでねそれでも合格できるっていうような試験もあったりしますけど司法書士はちょっとそれができないと思っておいてください。どの分野もこうバランスよくく点数を取っていくこと はい、では同じくパンフレットだけど、えっ、ー、と次のページ、はい、えっ、ー、とこの試験はね、えっ、ー、と一回で受かる人もいますね。皆さん目指してほしいのはここ。であとはね、二回目、三回目、四回目、まあこの辺りのね、えー、人が非常に多いです。えー、そして年齢層はもう様々ね、もう今、えー、ご自身の年齢全く関係なくチャレンジいただけます。 まあ元さん私のクラスももう年齢層二十代の方から五十代六十代の方まで,ですね幅広い方が受講をいただいております。はいそしてえっと気になる合格率のところこちらご覧ください。はいこれ単純に割り算すると四点一とか五点二とかねこんな数字になります。まあ合格者二千二十年でしたら五百九十五名 で願書を出した人が一万四千人、受験者が一万一千人。ね、で単純に合格者を割り算すると、ええー、こういった数字となります。まあ、えっ、ー、と百人中五人が受かるかどうか。で、えっ、ー、とまずは。こちらはこのデータ。なんだけど、えー。受験者が今減ってきてます。ね、えっ、ー、とこれはあの、まあ資格の人気が、あの下がってるのかな。 まあ確かにそういった見方はできるかもしれませんが、えー、四角にはブームがあるんです、えー、例えば、えー、払いすぎた利息を取り戻しましょうというね「かばらいの返還訴訟と、ね」と言うんですがそういったのがこうブームになると、えー、この使用者を目指す人も増えてくる、ね、で今そこちょっと下火になってるから、えー、受験者も減ってる、ね、なのでまたいずれ何らかの事情でこうブームが出てきたらまた受験者増えてきます、ね、そうすると逆に受かりにくくなりますからね。 だから今はすごくチャンスと思ってください。今は受ける人がちょっと減ってるので受かりやすくなってます、ね。まあこちらちょっと微妙なところではありますけどね、合格率ねちょっとずつ上がってますよね。これあの合格者はそんなには大幅にこう変わってないんです。大体は600名ぐらいね。で受ける人減ってますからねということは当然受かりやすくなっているということ。 ね、なので、今狙い目だと思ってください。はい、それとね、えっ、ー、と、もう一つ、ね、今、あの。受験者が減ってるんで、逆に本気で目指すんだったら、今がもう狙い目、ね。受ける人が逆に増えてきたら、今度受かりにく、えー、なるからね。えー、それと、こちら見てもらって、これ毎年そうだけど。願書を出して、受けない人が三千人ぐらいいるんです。毎年、ね。じゅ、出願者と受験者。願書は五月に出します。 試験は7月当然受験料があります受験料払って願書を出したのに受けないという人が3,000人もいるわけでなんでかというと当然5月に願書を出した時は受ける気満々だったんだけどいざ7月の本番になってみたら全然勉強は間に合ってないだからこの状況で受けてももう無理だろうということで受ける前にリタイアしてしまうという人が3,000人も出るわけ。えー、ということは 実際に受けている人一万そちら一千人いますけど、この中も実は今のリタイア組に近い程度の勉強しかできてないっていう人の方がもう圧倒的に多いんです。もうしっかりと勉強をやり込んで受けている人はその受験者の中の二千名ぐらいと思ってください。ね、もう本気で勉強をやり込んで受けている人は二千名程度なので、実はその中での勝負なんです。 はい、2,000名の中で600人受かるかどうかっていうことだから実質の競争率は34倍と考えてください。実質競争率は倍、ね、その5%というのはもうこれ単なる形式上の数字、えっと、それはこちらの円グラフだけど、まあ、1回で受かる人もねいるんだけど2回目3回目あるいは4回目その辺3回前後多いですよね。まあ、3回前後で受かっていいる人が多いっていうことこは 実質の競争率は三倍前後ということの裏返しです。本当の競争率が五パーセントだったら二十回受けないと受からないということになるでしょう。ね、そうじゃないわけ。ね、なのでね、そんなにね実質の競争率は高くない試験だっていうね認識を持ってもらったらいいです。はい、じゃあえっ、ー、と同じくパンフレットだけど、えー、次のページえっ、ー、ともし皆さんこの試験えっ、ー、と目指していただくんだったら。 梅田駅前本校の方で、こちらの新十五ヶ月合格コース春生というクラスね、こちらがございます。こちらは私の方が生クラスで担当させていただきます。ぜひこちらを検討してみてください。はい、えっ、ー、と最初は全体構造編というものからスタートします。法律の勉強は全く初めての方もいらっしゃるんで、まずは法律の全体像を見てみようというものです。それが三回。 で次の本論編こちらで本格的な勉強に入っていきます民法不動産投機会社法などねえ本試験で出される論点を勉強していきますでこれと並行してえ講義を受けただけだとマスターできているかわからないんでこちらえ到達度チェックテストってもねこれを皆さん並行して受講していただきますまこれで自分のえ到達度 えー、を測っていただくね、このインプットとアウトプットね、まあこれ日本立ての講座になっています。それから、えー、この試験は記述もありますから、記述の講座ですね。こちらも当然セットでついています。はい、このようにインプットとアウトプットこれを並行して受けていってもらって、えー、講座は来年の三月で終了。でその後ですね、いろんな公開模試試験などを受けてもらって、来年七月の小諸試験の合格を目指していただくっていうね、このような内容。 このような講座になっていますはい、こちらの新15ヶ月合格コースですねこれが一応スタンダードの講座ですからお勧めしておきます、えー、梅田駅前本校の方では、えー、週3コマで3コマなんだけど、えー、火曜日の夜と土曜日の午前午後これで3コマになってます火曜日の夜と、えー、土曜日の午前午後ですので実際に、えー、通っていただくのは火曜日と土曜日の、えー、2日間とねなります それからお休みされたときはこういう形でウェブでねご覧いただくこともできます。なので、お休みされてもまあそのときはウェブでフォローしてもらってそれで大丈夫という形あるいはもう初めからそもそも,もう通うのが困難なんだという方うその方も通すから全部ウェブで受講されるというねそういうい形で勉強いただくことも可能できるんだったら通っていただくのがベスト。 もし、ね、あの通学圏内であればやはりあの自分一人で勉強するとまず、えー、ペースメイクが大変ですすごく自己管理しっかりしていかないといけませんからねでクラスで生クラスで受けるということになるとも強制的にその時間帯に出席して、ね、そこで勉強することになりますから、ねまあ、できたら生クラスをね考えてみてください。えー、っと皆さんの1年前のクラス梅田駅前方向で50名程度の方がね生クラスいらっしゃいます。 ただまあ随時えと今出席していただいている方は30名程度まあ残りの方はえこういう形でウェブの方でご覧いただいているというねまあそういった各界に今回ガイダンスですけどもまあこのガイダンスは当然素直に50名もまあいらっしゃることはないんだけどねえまあ最終的にはクラスはねそれぐらいの大状態のクラスになると思っておいてください。 はい、では、まあ、年齢層ももう様々ね、で男性の方も女性の方もね当然いらっしゃいます。はい、それではえっと次はもう一度私の方のレジュメの方に戻ってください。はい、こちらのレジュメの方ね前の画面にも映しながら説明していきます。 えとまず本試験の出題形式というところ、はい、この試験はこれ一番大事なところでここをよく分かっておかないといけません。えー、ほとんどこで組み合わせ式問題っていうのはどういう問題かというとこの下のようなパターン誤っているも組み合わせはどれか、ね、こういう形式です。 えそうすると A さん実はこれで答え出せます。えうが絶対バツだと自信が持てる。E は絶対丸ね。R E O はわからない。もうこれで答え出るんです。誤っている組み合わせだからうが絶対バツということであれば下の選択肢この三番か五番もう答えどっちかですね。で E が絶対丸と自信が持てたら五は答えじゃありません。 そうすると消去法で答え3番別にこの「イ」の枝は分からなくても答えは出せるわけです。こういういいい形でで消去法で答えを出しててくく試験だだと思ってください、ね、なので下の答えを出すためにこの全部の枝は分かる人がないっていうことです。で B さん B さんは難関試験確かに、ねえー、と合格率だけ見ると難関試験だからいろんなことを勉強してるわけ。そうすると まあどれも一応聞いたことがある話だけど、いろんなことを勉強すると勉強量が増えて精度が下がるわけです。はい、そうなるとこうなっちゃいます。ね、いろいろ勉強してね、全部一応話は知ってるけど正確に覚えてない。はい、これだと答え出ません。ね、B さんの勉強になるとダメということです。で、目指すべきは A さん。で、A さんはどういう勉強をしているかというと過去問に絞り込んで勉強している人。ね、それが A さんです。 はい、この司法書試験はもうとにかく過去問が大事です。過去に出された論点が繰り返し出題されます。で、このアートイートオーこれは目くらましなんです。本試験はこういったやつは枝を混ぜていきますね。でも過去問をしっかり勉強していたら、このウートエーが過去に出された論点ね、そうするともうそれは足掛かりに答え出せるようになってます。問題は。 ね、なので、えー、試験はその過去もしっかり勉強してるかどうかっていうところを試したいわけで B さんはもうとにかく過去に出てる論点もそうじゃない論点も混ぜこ,じ混ぜ,こぜにいろんなことを勉強してしまってるわけ、ね、そうなると、えー、うまくいかないということ、ね、それをよく分かっておいてください組み合わせ式の形式だから全部の枝を分かろうとする、えー、必要はないと、ね、いうことです はい、まずはね前提としてそのことをねよく分かっておいてくださいじゃあ、えー、と次の2ページのところはちょっとね今回飛ばしておきますあごめんなさいやっぱりちょっと <laughs> 説明しておきましょう2ページごめんなさいね2ページえっ、ー、とね大体あのどんな感じかというとえっ、ー、と A ランク これ割と優しめの問題正答率が60%以上、えー、35問中24問ぐらいある,、えー、あると思っておいてください。ね、なのですごく難しい試験っていうねイメージある、えー、かもしれませんが結構基本問題が多いんです。で B ランク正答率が2人に1人できるかどうかっていう問題が大体8問ぐらいで C ランクこれはもう捨てもんできなくていい問題です。まあ、こんなウとトと思ってください。で大体8割取ったら合格8割は 問問中28問です28問、はい、そうすると A を全問取っても28問いかないんで BC からあある程度取る必要がありますでそこで勉強の方向性と,、ま、として間違ってしまうのがこの BC を取るための勉強たくさんの人がそっちに走っちゃうんです。 でそうなるとこの試験うまくいきません BC を取るための勉強ね。そうじゃなくてこの A A を完璧に取る勉強ですそれをすることね。A を完璧に取るための勉強いわゆる基礎です、えー、この試験は本当に、えー、基本が大事と思ってください A を、えー、取りこぼしなく取る勉強そしたら A は二十四問程度しかないから A を全部取ったとしても合格には足りないんだけどその A をほぼ取りこぼしなく取れる人は基礎力がしっかりしている人だから残りの BC11 問これ全滅するかっていったらそれはありえないわけ。要はこの試験は5つの A だから答えを選ぶわけだから山間でで答えても確率論的に,5問,に1問当たるわけです、ね、そして A をほぼ取れるっていう人はそれだけ基礎がしっかりしている人だから。 ね、その人が残りの11問ですね全滅するかっていったらそれはありえませんある程度は拾っていけます、ね、4問程度は十分拾えます、ねえー、そういう形で結局は、えー、最低ラインの28問ぐらいにのしていくっていうねやり方です。ね、B ランクとか C ランクを取れたのを勉強してはいけないということとにかく基礎をしっかり定着させる勉強が大事という,、ね、ということです。 はい、じゃあえっ、ー、とそのためにどんなことをね気をつければいいか、レジュメ次のページ。はい、えっ、ー、とこちらね合格に必要な三要素ということでこの三つが大事と思ってください。情報の絞り込みと情報整理とそれから過去問です、えー。私の講座ではそこをね工夫しています、えー。まずさっき言ったように、えー、この試験はとにかく量が多いことがネック。 ここの論点はそんなに難しくないんだけどとにかく量の多さなのでできる限り勉強量を絞り込むということですそれからうまく情報をまとめるということねそして過去問が繰り返し出されますから過去問をとにかくマスターすること、はい、この3つが重要な3要素と思ってください、はい、じゃあそのために私のクラスではどんな工夫を凝らしているか、はい、レジュメの次のところ はい、えー、と私のクラスでは、えー、テキスト、えー、明確なランク分けをしていきます。えー、A ラランンクククははマーク B ランクは印で皆さんはこの A と B のところこれが、えー、基本となるところですから、えー、それを復習の時にしっかりと読み込んで覚えるということ。でこれは、えー、なんとなく覚えるこれはダメです、ね。正確に覚えること で逆に、えー、無印になっている C はもう読まない読まないということね、はい、どんなテキストを使うかちょっと前の画面に移してみます。はい、こういった「ブレイクスルーテキスト」っていうね少書試験の専用テキスト、えー、こちら REC の構図の方で、えー、使用していきますで実際講義の時は前の画面にこんな感じで移しまして、えー、前の画面に沿って皆さんねマーカー入れていってもらいます。 でパラパラとちょっとめくっていきますねどんな感じでマーク入ってるかはいこの辺も全然マーク入ってないですねこれだから C ランクということもうこういったところは読まなくていいということですはいもうずっとこれノーマークで、えー、この辺もノーマークであやっとここにねマーク出てきましたでこのページはこの部分だけで次のページはまあパラパラとこんな感じで次のページまあ ね、こういった具合、はい、で今ねこうパラパラと見た、えー、と感じ、えーとまあ、マークしてるところね、まあ、そんなに多くなかったと思います。テキストは結構分厚いんだけど、えー、今のマーキングしてるところそこが重要なところだからそこだけに絞り込んで勉強してください。で、えーとまあ、あの予備校とかねあるいはまあ講師の先生によってはこう上から順番にも全部読んでいくような講義 とかも、ね、あったりするかもしれませんけれども私の講義は、ね、そういった講義じゃなくてもう本当に重要なところだけに絞り込んでそしてあのじゃあその、えー、と C ランク今マークをしてなかったところですね、まあ、それはあのじゃあ何でテキストに書いてあるかというと、まあ、参考 と思ってくださいこの「ブレイクスルーテキスト」っていうテキストは非常に内容が、えー、充実していましてもうほんとにすべての情報をこちらテキスト盛り込んでいます。ね、ただすべての情報を盛り込んでいるんだけど、えー、本試験で必要となる情報は、まあ、その中の一部なんです。ね、なので講義の中ではその中の一部に絞り込んでやっていきます。ね、なのでもししマーキングしたところがあって そこだけ読んでわからないっていう場合は、まあ、その周辺にその説明が書いてあるからねだから、ね、どうしてもわからなければその周辺のこうノーマークのところを読んで確認するっていうねそんな感じの勉強,、えー、勉強になっていきます、はいえーっと。どうしてもテキストに書いてあったらね全部大事なように思えちゃうから、ね、こう全部読んでいってしまうっていうことがあのー。 出てきちゃうんだけど、ね、そうすると余計、えー、非効率的になるからねマークのところ、まあ、そこころそそだだけを信じてててに絞り込んで勉強しいいってください、ね、あの全部まんべ、えーま、んなく勉強していっちゃうとあのさっきレジュメで見てもらった B さんのパターンねいろんなこと知ってるんだけど全部知識はうろ覚えっていうことになっちゃうわけ。ねはい、なのでこんな感じで絞り込んでいくんでだから逆にだからこそここはもう精度をねその分高めて覚えるっていう勉強をしてほしいわけです。 はい、それからあとはごめんなさいマーキングでもねこんな感じで工夫凝らしていまして、まあ、今、これ内容分からなくていいですがこれ黄色でマークをしてここ色が変わっているところこれキーワードです。キーワーワドで、えっと、ここはあの私のクラスでは黄色でマークしてこれ上からピンクで塗ってますで、えー、まあ よりこの重要な部分で例え、ねまあ、そこを分かりやすすいいように、ね、キーワーワドとししててここんな感じで示していきます、まあ、これ今あの内容分からなくていいですがこれだったらキーワードをパッパッと見てもらうと同時死亡と推定されるっていうそんな論点があってねでその時は相続は起こらない異像は起こらないっていうね、まあ、こんな論点があったりするわけ、まあ、このキーワードをパッと見るだけでもね論点が確認できます。 はい、まあそんな感じでテキストのマーキング極力ね、えー、必要なところ絞り込んで、なおかつキーワードも示すような形でね工夫をしてマークしています。はい、それからえっ、ー、と次に情報整理にも工夫を凝らしています。はい、これはブレイクスルーテキストの欄外に、えー、こういった、えー、補助教材ってものを切り貼りしていただきます。えー、この補助教材ってものは、えー、まあ講義前にね皆さんにまとめて、えー、お送りさせていただく形になります。 でこれ前の画面に示したそのは、えっと、通常だと今の「ブレイクスルーテキスト」というメインテキストがあってで講師の、えー、オリジナルの、えー、サブノートというものが別冊でついてきます。ただだのその形だと メインテキストとサブテキストをですねこう両方行ったり来たりして見ないといけないということになるのでちょっと勉強しづらいところもあったりします。なので私のクラスではメインテキストだけに情報を落とし込んでいきたいとね考えてましてこのメインテキストで足りないところは今の補助教材という形で情報をまとめてそれをテキストの欄外に切りありしてもらうという形をとっていますはい例えば一つ例を見てもらうと。 はい、こちらメインテキスト、えー、自然人の、えー、権利能力という論点があるんだけど、それの式と周期。まあ、いつ始まって、いつ終わるか。で、自然人は人間のこと。ね、で、えっ、ー、と、人間、自然人の権利能力という能力は。出生に始まって、死亡に終わるよっていう、こんな論点があります。で、実は、法律上人は、もう一つ、法人っていうものがあります。会社、なんかです。ね、会社なんかも、法律上は人の扱いなんです。じゃあ、あ自然人だったら、出生から死亡。 じゃあ会社なんかの法人だったらどうなるのかなという論点ね、はい、そういった比較論点をこういう形で補助教材にしてこれを欄外にこういう形で切り割りをしていただきますそれですぐこう同じ箇所で情報の整理ができるように工夫をしています法人だったらちょっと今難しいですが設立から生産結論までですよというねこんな比較論点を欄外に入れていっていただきます。 はい、そのような補助教材というものを使うことで、えー、メインテキストに情報を一元化して、えー、勉強しやすく工夫を凝らしていますはい、それからもう一つの工夫が、えー、過去問レジュメというものはい、こちらね過去問レジュメというもの、えー、ブレイクスルーテキストの沿った順番に、えー、枝を並べ替えたレジュメですこれちょっとまだねあの勉強してないのでイメージ捉え つ、えー、らいところがありますが、えー、と先ほど言いました通りとにかくこの試験は過去問が大事過去問をしっかりマスターすること、ね、ただそれが実はね、えー、言うはやすし行うはかたしで、ね、なかなかこれ難しいんです。はい、なぜ難しいかというと、えー、こちら前の画面、えー、テキストのサンプルですけれども、えー、これ過去問の番号です。テキストの随所にね 出てきますまあここちょっとマークしてませんがこの論点だったらこの27年の21の、e「い」この問題この枝に出てますよ。で次ここまた論点が出てきてこれは25の「のい、e」全く違う年度の問題ですね。で次はまたこちら図表があってこの論点は19の「6」の、A「はいそしたらこれ復習の時に過去えー」。 過去の問題集ですね問題集でこれ勉強しようとしたらまずこの27の21の、e「い」これが問題集の中でどこに載ってるのかなっていうことを問題集検索してでそれでやってみるでそしてまた違う問題25の「4」というところに移って、ね、それを探すで次そしたらまた次19の「6」っていう問題を探す、ね、こうあちこちこうち問題を探さないといけない普通の過去問集を使ってたらそうなるわけ。 でそれすごく時間かかるんで私のクラスではレジュメっていうものをお配りしててもうこの枝の順番通りテキストの順番通りに、えー、過去問の問題集を並び替えたレジュメっていうものを使ってます。はい、それちえっと今のこちらだったら27の21の、e「い」それから25の24の、e「い」。 はい、でこれがそのサンプルなんですがこんな形で今のテキストの順番通り今のテキストこれ25ページだったんだけど27の27の、e「い」で25の「4のい、e」で次は19の「6のえ」っていうねこういう形でこのテキストに格問が、えー、こう出てくる順番通りにねこう、えー、枝を並び替えたものこういったものを格問、えー、レジュメとしてお配りしています。これを講義の中でで併用していいきます、はい、そういう形で、えー 過去問もですね、えー、講義で勉強してからそのテキストで出てきた論点の順番通りすっとこのレジュメの方で勉強していただけるね、えー、そういう形ですごく勉強しやすいように、えー、工夫を凝らしています。はい、えー、まあそんな形でですね、私のクラスいろんな工夫を凝らしています。えー、まずテキストの、えー、マーカー極力ね情報を絞り込んで。 なおかつキーワードを示す形で工夫を凝らしてマーキングしていきますそれから必要な情報ですねそれは補助教材という形でテキストの欄外に切り貼りをしていただくというねそういう形で情報をメインテキストに一箇所ね落とし込んでいきます。それかかからなかなかあの 過去問題集の方では演習が難しい過去問ですねこれをテキストで勉強した順番通りに勉強できるように過去問レジュメという形で、えー、苦を凝らしてですね皆さんに勉強していって、えー、いただきますはいまあすうに、えー、たくさんね、えー、いろいろ工夫を凝らしていますからぜひね期待をしておいてくださいはいそしてあとはあの、えー、これは えっと生クラスで受けていただいた方はまあ限定とねなりますけれども、えー、毎回、えー、クラスの冒頭に、えー、前回やった部分の確認テストを行いますもうこれは簡単なテストえっ、ー、と前回やったところの、えー、範囲の、えー、過去問からねそのまま抜粋して、えー、10問出していきますで10問でえっ、ー、と丸か抜かを答えていただくっていうねそういった丸抜き形式のテスト で別にあの私が回収して皆さんの出来をチェックしようとかそういったものではありませんから自己採点していただいてねまああの気楽に受けてもらったらいいんだけど毎回そのテストを生クラスの前に実施しますからそれを目標に復習を頑張ってくださいどうしてもあのそういうきっかけがないと復習がどんどんたまっていっちゃうんでね毎回その冒頭に確認テストがあるぞ。 ね、だからその確認テストで毎回満点を目指すぞという形でね、まあ、それで過去のね私のクラスの一発合格者の方も毎回そのクラスの冒頭に実施した確認テストそれで満点を目指す、ね、つもりで毎回しっかり復習していったそれが結局は一発合格につながったっていうね声も聞きますから、まあ、それをペースメイクにねやっていってみてください。 はいじゃあ最後にちょっともう一点だけですがもう一度レジュメの方戻りまして、はい、最後にこちら確認しておいいください、えー、まあ話の内容としては重くしますが、えー、こういう勉強を走ったら駄っということこの試験は難関試験だから、えー、たくさんのことを勉強しようそうすると知識が不正確になるのでこれだと合格できません。そうじゃなくて、えー、できる限り 知識を絞るっていうことこです、ね、そうすれば確実になりますから合格できるということ単純な話だけど一つのことを覚えましょうというのと100個のことを覚えましょう当然一つ覚覚ええる方が覚えられますね,ねだから、まあ、それの延長線上の話できる限り勉強するる量は少ない方がが知識の精度上がるわけですそういう方向で勉強しないといけないということ、ね、何でもかんでも勉強すればいいっていうことではないということです。 はい、その下確認してください、えー、と合格者はどうやって合格してるか、ね、難しい問題正確して差をつけるそうじゃありません難しい問題は合格者も不合格者もできませんそうじゃなくて基、えー、基本本問問題題合格者は基本問題で取りこぼしをしをません、ね、で逆に不合格になる人は基本問題で取りこぼしをするわけですさっきも言いましたけどとにかくこの試験は基礎が大事なんです。基本問題で絶対取りここぼしをしをないこと まあ言いかればこちら書いてますが大体正答率が60%を超える A ランク問題そこで取りくぼしをしないような勉強をしていきましょうまあそれが短期でで合格できる術とね言えますはい知識を拡大すれば不確実精度下がりますからそうじゃなくて知識を極力限定していくそれで精度を高めていくということです。 はい、私のクラスもそういったスタンスでやってい,、えー、います。もうできる限り知識を絞り込んでいく、ね、ただね、その知識を絞った反面、えー、皆さんの精度をその部分ですね、えー、しっかりと、えー、高めていただく、ね、まあそれで短期の合格を目指していただく。そういったスタンスで、えー、講義を、ね、しています。はい、じゃあえー、っとぜひね、またあの皆さんと、えー、一緒に教室の方で勉強できることをね楽しみにお待ちしております。 じゃあ生クラスの方はね今回ご出席ありがとうございました。それからズームでご参加の方ねご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひねご受講の方ご検討ください。では私の方からは以上です。お疲れ様でした。